株式市場が新たな高みに到達し続けているのは投資家が良い,い点に集中し悪い点を無視しているからである。景気減速、地政学的不安、ワシントンの混乱などの見通しは市場参加者を怖がらせていない。代わりに投資家が見ているのは米経済が目覚ましく好調であること、インフレが後退していること、そしてビッグテックの好材料が相次いでいることである。様々な逆風と追い風を消化しながら市場は市場最高値を更新した。その勢いを牽引しているのが大手テクノロジー企業だ。 ネットワークス、NVIDIA、AMD は S&P500 指数で今年最も上昇している銘柄ジェネレーティブ AIA の熱狂が追い風となっているんです同時に製造業と住宅以外の経済データはほぼ顕著であり特に労働市場に関しては崩れそうにない先週の新規失業保険申請件数も2022年9月以来の低水準を記録した労働市場の逼迫は早期の利下げを期待する市場の勢いを弱めている一週間前の市場は FRB が3月に利下げを開始し今年中にあと6回の利下げをする と考えていたしかし金曜日その見通しに変化があった CME フェロウォッチによれば3月の利下げの可能性は50%以下になり今年5回の利下げの可能性が高まっているんですこのような金利見通しの変化にもかかわらず先週の株式市場は強かったバンコブアメリカのマイケル・ハートネット氏は底堅い経済状況緩和的な FRB 好調なハイテクセクターこれは勝利の方程式だと述べた さて、米経済を支えているのは消費。労働市場がインフレ圧力と金利上昇に耐えていることから、今年は消費者の力がさらに強まる可能性があるんです。そしてここに来て、アメリカ人の経済に対する見通しが明るくなっているんです。ミシガン大学の発表によると、1月前半の消費者心理は、12月から13%も上昇したそうです。11月からの29%の上昇を合わせると、1991年以来、2ヶ月間で最大の上昇となった。インフレの冷え込み、FRB が利上げ終了の可能性を示唆し 労働市場がででああるることなどから景気交代の懸念は薄れつつあるんですアメリカ人の機嫌が良くなることは、米国経済の成長にとって良い,いことです。なぜなら、より幸せな消費者はバランスよく消費を続ける可能性が高いから。他の指標も、アメリカ人がようやく落ち込みから抜け出したことを示しています。ニューヨーク連盟の調査によると、1年後に経済的に余裕があると予想する人の割合は、2021年6月以来の高水準に達したんです。バイデン政権は、自らの政策が顕著な労働市場、な 国内サプライチェーンの強化処方箋医薬品コストの低下につながっていると主張しているさらにここ最近バイデン大統領は50億ドル近い学生ローンの追加返済を免除すると発表若い人たちの機嫌も良くしようとしているんです さて、今週最も注目される経済指標は、金曜日の12月の個人消費支出。特にコア PCE は FRB が好んで使用するインフレ指標。さらに1月30日から31日に開催される FOMC に先立ち。今週木曜日には、欧州中央銀行、ECB が金融政策決定を発表する予定。 Google 社員たちが気づき始めた。レイオフが単なるビジネスであるということに。2012年、ラリー・ペイジは、Google が家族のように振る舞うことがいかに重要かを強調した。Google は当時、ジムやマッサージ、お菓子などの福利厚生で有名になっていた。ラリー・ペイジは従業員を大切にすることは生産性の向上につながると考えた。それから10年以上が経ち、Google 社員たちはその家族精神がどこへ行ったのだろうと疑問に思っている。 昨年1月、Google はコスト削減と人工知能など優先順位の高い分野への集中を図るため、従業員の6%に相当する約12000人を解雇すると発表した。その後もレイオフは止まらない。CEO のサンダー・ピチャイは今週、2024年にはさらに多くの解雇があると従業員に警告した。営業、広告、プロダクト、YouTube などの部門が影響を受けるということ。このような大幅な人員削減を行うのは Google だけではないです。Amazon やメタプラットフォームズを含む大手テック企業の多くは、 パンデミックの初期にに膨れ上がったた賃金請求を抑制するために数千もの人員を削減している今週の人員削減の波を受け Google のソフトウェアエンジニアであるダイアン・ハーシュ氏は幹部たちは人的資本を現金化していると指摘この恐怖の環境の中で誰が人類の新しい時代の幕開けを想像することができるだろうか 1>, 1月10日にメールで解雇を知らされたという Google のエンジニアだったスミス氏は古い人間だと言われるかもしれないがもし誰かを辞めさせなければならない状況に陥ったらその人に直接会い目を見て人間性を認める義務があると思う Google のリーダーシップに対し多くの怒りとフラストレーションを抱いていると述べたソフトウェアエンジニアで技術コメンテーターのガーゲリー氏は最近のテック業界のレイオフの嵐を批判しながらもただのビジネスだと付け加えたそれがビジネス上の利益であれば彼らはいつでも あなたを解雇するることができるあなたも同じようにいつでも辞めることができるどちらも忠誠心やコミットメントは忘れてくださいと述べたレイオフに憤慨している Google 社員にとってこれはかなり受け入れ難いことだろう彼らは創造性とコミュニティの文化で有名な会社で特典と莫大な給料を惜しみなく与えられて何年も過ごしてきた彼らはもうすぐ Google がもはや家族ではないことを受け入れなければならないかもしれない 長い間、シリコンバレーの最も輝かしいスターたちは異常なペースで成長してきた。しかし、その勢いは終わりを告げ、今や彼らは中年に差し掛かっている。例えば、Google は20年以上前に創設した検索広告ビジネスによって今も支えられている。次に大きなビジネスである YouTube は2005年に始まった。どの大手テック企業も投資家たちに見せるために何かピカピカの新しいもの、つまりもう一つの成長ストーリーを持ちたがるものなんです。もしかしたらそれが AI ブームとなるかもしれないんです。 高尾氏は以前の記事で中長期の米国株の相場のテーマは生産性の向上だと述べた前回強烈な生産性の向上が到来したのはインターネットブーム第二次世界大戦以降それまで米国の生産性は年々2.19%で向上していたところが1995年から2000年にかけてのインターネットブームの時にはなんと生産性が2.83%にジャンプしたんです当時の FRB 議長グリーンスパンは生産性の向上が止まらないと公の場で何度もそれに言及した結果 1995年から2000年にかけ S&P500 の株価収益率は21倍から47倍にジャンプした S&P500 指数は1995年から一気に上昇ラスダックもものすごい上昇を見せたんです当時の米国経済は一人勝ちの状態になったんです今回の AI ブームを見てもやはり主導権を握っているのはアメリカ企業今回も米国経済の一人勝ちになるリスクはあるということなんです ビットコインは宝くじだ。暗号通貨ファンは最初のスポットビットコインのデビューを歓迎している。暗号通貨に飛びつく者もいれば、暗号通貨の存在意義が見出せないという者もいる。エコノミストのデイビッド・ローゼンバーグ氏は、ビットコインは非常に不安定で価値が分かりにくいため宝くじに近いと述べた。彼は大バカ理論が働いている例だと主張した。大バカ理論というのはある愚か者が高値の資産を購入し、それをさらにより愚かな者に売却して利益を得ようとすること。つまり人々は暗号通貨に本質 ななな価値があるるるかかかからら買買ううのででははくもっっっととと愚かな誰かにててて利益を得たいと願うから買っていい願ローーゼンバーグ氏は述べているんです彼はビジネスや債権とは異なり投資家にリターンをもたらさない資産の価値を測ることの難しさを強調暗号通貨はどう評価すればいいのかわからないと述べたビットコインは一時4万8000を超えましたけれども現在は4万2000を下回っていますローゼンバーグ氏はこれほどのボラテリティを誰が必要としているのか私ではないそれは確かだギャンブラーでもない限りなぜそれをポートフォリオに バンガードグループも反ビットコイン派だ。バンガードの担当者は、暗号は株式、債券、現金という伝統的な提供商品とは合わない。ビットコインは投機だと述べた。以前、広瀬隆雄氏もビットコインに関し、チャラついた投機対象だと述べていた。ちなみに、あのビル・ゲイツも、2022年に暗号と NFT は100%大バカ理論に基づいていると発言している。そして最近は JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン氏が、ビットコインは何の役にも立たないと述べ。彼は昨年、デジタル通貨は古代宣伝 されたた詐欺であると述べたそして彼はインタビューアーに「ビットコインの話題は終わりだもうどうでもいいこんなクソな話題について話すのはもうやめろ」と激怒した。<music>